ナウルの林鉱石採掘ナウル林鉱石会社は、太平洋の島国であるナウルの国営会社。林鉱石の採掘事業を管轄している。同国西部のデニゴムドゥ地区に本社があり、会社付属の病院も運営している。現在、ナウル共和国林鉱石会社と改名されている。ナウル国民の生活水準は、臨鉱石の大量輸出により、二十世紀末までは、 先進国並みの水準を保っていた。だが臨港石がほぼ枯渇状態となり、2000年には大規模な採掘事業は行われなくなった。現在、ごく小規模な採掘は継続されているが、かつてのような大量の採掘は見込まれていない。また、長年の大規模採掘によりナウル島の中央部は、車両通行ができないほど荒れ果てており、深刻な環境問題ともなっている。 ナウル島がドイツの統治下にあった1906年、ドイツ政府の支援を受け、太平洋臨港石会社が設立された。だが第一次世界大戦の後、ドイツが全ての植民地を放棄すると、ナウル島はイギリス、オーストラリア、ニュージーランドの共同統治下に置かれ、太平洋臨港石会社はイギリス臨港石委員会に改組され、その権益はイギリスに接収された。 1967年になると、イギリス林鉱石委員会の権益の一部が、ナウル国民に還元されるようになったが、1968年1月のナウル共和国独立後もなお、イギリスの権益は残されたままだった。1970年、ナウル政府が、イギリス林鉱石委員会の接収と国有化を実施し、国営ナウル林鉱石会社が誕生したことで、 林鉱石は、ナウル政府の管轄下に置かれることとなった。林鉱石による大きな収入を確保したナウル政府は、太平洋の他の島国に対し、信用貸付を行うようになったが、計画性のない投資と放満財政によって、失敗した。また、林鉱石枯渇を見越して、その利益を他の事業に振り分ける開発グループが存在したが、ハワイやメルボルンに、 ホテル建設などを行うものの、こちらも外国人任せの経営で利益は出ず失敗に終わっている。2002年の林固活による採掘計画失敗を受け外国人労働者の帰国が始まった。2004年から2005年の間に外国人労働者は1478人から470人に減少。それらのほとんどはキリバスとツバルからの労働者であった。 NPC の経営改革の一環として2005年7月に正式に社名をナウル共和国林鉱石会社に改名した。現在、ロンフォズはナウル共和国の労働者人口の約20.4%を雇用している。すでに第一層の林は掘り尽くされたとされるが、第二層の林地層が存在すると予想されている。ロンフォズは 現在、採掘計画を開発中である。ありがとうございます。